ロレックスを高校生に見せつけに来ました。嫌だな嫌だな。約500万の、うん、やめてくださいそれ。下手な口を聞かさんとこと。分からないから価値が高校生には。まあ ね、 先生方が食いついてましたね、はい、先生方がこれあれですか。言ってありました、ね、こんな日が来るとは思わなかったです。あんなに怖かった高校の先生が。そう、ね、青春を追う番組ですね、はい、はいはいはい、そうですね、はい、こちらの学校ですね、珍しくこの学校内に寮が隣接してます。こちらなんですけど、これがここに校長がいるってことです。そうやな、すげえよな。その話だと校長本当に教育者の鏡やで。家からその徒歩何歩で職場ですからね。っていうか校長室改造してあげたらいいんじゃない。もうそこ住む、それならな。で、男子寮と女子寮があるそうで、女子寮も入ってんすか、この中に。はあ、はいはい。せっかくなんで、その寮のお部屋とかちょっと覗いていただいて、でちょっと軽い勝負を生徒さんとして、で生徒さんが勝ったら、こちらのですね、まあ寮生活に何すか、はいはい、商品。あ、めっちゃええやん。何これ。高級シャンプーと高級ボディーソープ、いや、千引き屋とかあるで。そう、あとはお菓子です。ということで、まあ勝ったらそのシャンプーだったりとか、ボディーソープを選んでもらって、はいはいはい、ほうほう、はい、わかりました。まず男子寮から。今回は帝京第五高校の学生寮をジャック。まずは地区2年の新しい男子寮へ向かいます。これお風呂。お風呂です。ここ、入ってもいいですか。いや、もうすみません、すぐ風呂覗きたかった。言い方悪い。すみません、言い方悪い。何あー、こうなってんね。あー、なるほどね。入っていいの。はいはいはい。あ、じゃあ一気に何人か入ってる感じだね。校長もここに入ってる。校長もそうか。そうかそうか。校長もじゃあ一緒に、校長の横で体洗ってるやつもおるってことですね。すごいよね。寮にしては刺激的なマット。あ、すごい。マリン・モンローの校長の趣味じゃない。そうだぞ。あ、わあ、うわ、怖っ。寮生怖っ。そうか、なかなか。ロレックスだけ外してるの。取られはせんでした。すごっ。おっちゃん、あ、元気やな。元気やな。うるせえな。これが全員寮生。うん。何人ぐらい、100人ぐらいおる。そんなおらん。100はおらんか。これは何部、サッカー部の人。うわぁ、サッカー部みんな寮な。え、サッカー部以外はあと何部あんの。何部。剣道部も。県内でもできるやろ、剣道。いや、そういうことじゃないからね。ちょっと部屋見せてもいいよっていう。あんま見せたくないでしょう。うん、もう、あの、万が一タバコとかあっても全部出すから、ね、絶対かい。この番組は全部ドキュメンタリーでやらせてもらうから。さらば中に部屋入ってもいいよ。誰か。おお、いいね。そう、3人、うん、じゃあ、3人、はい、一緒にじゃあついてきます。はい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 。え、全員サッカー部。はい、全員サッカー部ね。あ、全員サッカー部か。はい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 。ということで、サッカー部3人のお部屋を拝見。まずは、寮長を務めるくんせんくんの一人部屋へ。お前は何枚とある。ええの。くんせんまさむたまん。あー、ほー、お邪魔します。十分や、広さ。あ、うん、お前これは快適やな。両方使えるもんね、これ。はい、最高やん。はいはい、やっぱ基本的にやっぱサッカーのあれが、あれか、うん、ユニフォームやろ。やっぱシューズが多いね。ちょっと待って、なんで取りにくいね。ちょっとごめん、これちょっとまだ、生乾きか、まだ大丈夫。大丈夫。あんまな、これ寄せたら生乾きの匂いするからな。これなんなん。あ、これいつ掃除の時にこのアルコールスプレーで。何これ、ちゃんとしてるな。あ、こういう、やっていい。何これ、見たことないぞ。しかもさ、寮に配られてるやつやね、これ。なんなんこれ、みんな持ってるの。もうやめてほしい。ちょっと待って。お守りがもう、そういうことね。収集されたら、お守りがアルコールまみれになった。へー、初めて見た、こんな見たことないな。これをして除菌もされる人とか。テレビはないんや。あの、はい、もうそろ大量なんで邪魔かなと思って。あ、テレビはでも、置いてもいいの。置いてもいい。あ、置いてもええんや。他の2人の部屋は多分あると思います。どこで見てんの、テレビは。いや、テレビ見ない。見ない。見ないの。俺らのことは知ってた。 SNS でたまに流れてくるぐらいかな。そうか。もう別に見たいとも思わんねや、テレビ。
広告とか流れてくると見たいなと思うけど、広告がその YouTube とかでテレビの、はい、あの番組の広告が流れてくるんで、切り抜きとか出てくると、はいはいはい、見たくなりますけど、まあ切り抜きで見れるから今やな、今やな、え、でももう部活だったら休みないやろ、確かに今日がその日なんですけど、おこれ今日ったから君が手挙げるからね、それは知らんがな、今日はじゃあ部活もないんや、今日はないです、でもこれ2人ってなかなかっすね、そうね、あ1人部屋です、ね、2段ベッドで、椅子の机も2つあって、はい、そうか、ここで分かれてるな、だってあそういうことか、2人やったらこういうことやもんな、じゃあここは、はいはいはい、対決はなしで、うん、好きな部屋からちょっと、はいはい、対決、はい、船久保大地です、船久保君と溝畑優雅です、溝畑、はい、溝畑君、船久保君と溝畑君ね、何年生、うん、2年生です、2年生です、あ、え、あ、別々なの、その先輩後輩あんの、3年な、はい、それなんかあんの、規律はなんかその1年生、新入生入ってくるときに先輩とかじゃないと慣れないし、環境的に慣れない、そこ教えんねや、あー、でも居心地悪いやろ、いや、まあ、言われへんもんな、なんもな、まあね、気は使うで、でもじゃあちょっと見してくれる、はい、これここで拭いていかないな、はい、はい、うわうわなんかやっぱみんな部屋干しなんやなこれ、はい、うわまあ、スパイクさ、こんないるん、なんでこんな種類あんの、もう何なんスパイクこれは、限定食とかだったり期間限定で売られてるやつとかを買ったりして、干しなんねや、これは、あれかどっちの、ユニフォーム、はい、あ、こんないっぱいあんねや、提供のユニフォーム、こっちが、選手権とかインターハイで使うユニフォームで、こっちの自分のやつは、練習試合とかで使う、あーかっこええな、冷蔵庫あるやん、うまいな、寮長の部屋に冷蔵庫なかったの、開けていいか、注意ですか、はい、これだ、大丈夫なやつ全部食えんのこれ、全部大丈夫、全部大丈夫で、高校生に焼き貝の紐はちょっと早い、飲まへんやろ、ちょっと早いな、おつまみかまぼこ飲んどるわ、おつまみの意味分かってる、ちょっと待ってください、割烹白だし、はい、あ、これウイスキーですうまいことやってるな、ウイスキーでした、だしと色分からへんからな、じゃあここでですね、はい、宝探しのようなゲームをしたいと思って、このボールを生徒さんに2分の間に隠していただきます、はい、もうちょっと綺麗に貼れたよこれ手作り感満載な、はい、貸してもらって、さらばの2人で3分以内に探せたら、さらばの勝利、はい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 、探せなかったら、はい、学生の勝利で先ほどの中からプレゼント、あ、はいはい、めっちゃいいのあるから、うんうん、はい、一回じゃあさらばの2人外出ていただいて、はい、うん、部屋のどこかにボールを隠し、時間内にさらばが探し出せなければ寮生の勝利、果たして結果は、はい、OK、大丈夫です、お二人大丈夫です、おい、あ、早っ、はい、よーい、スタート、高校生やな、隠しそうなとこなんかわかんねえ、大体もうしらみつぶしに行くしかないよ、これ全部一回出していい、なんか入れる、え、そんなとこ入れますなんか俺こういうとこのような気もするんだよな、いやもう食べさしやるやんお前ら、っていうかさ、ない冗談多いな、くっさいわこのカバンおいお、これお前洗濯せえよこれお前ら、お前ら何やこれ、どうしたどうしたんやお前らなあ、歩けてるやん、え、病棟これここ、ちょっと待って俺このこれ怪しいなと思ってんねんな、この冗談ないか、ええ冗談、あー、クソないな、目星がない、全然わかん、あ、待って何色やったっけ、いや、変わってへんよ、水色や、水色かうわー、ないか、ちょっと待って、え、全然わからん、15秒、あー、あ、あー、違う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 、変わったまた今あうわ、待って、いや、ないか、クソ、あ、ただ臭いだけやった、クソ待て、ない、いや、ない、ないちょっとわからん、あー、あかんか、どこ、あー、むず、じゃあ、答えをお願いします、答えはこの中に、えー、探すなよ、うわー、うわー、もう一個、うわー、なんでここ行かんかった、もうお前さ、俺がこれ取った時、ドキドキしたやろうわいや、まさかなと思って、いや、ここまでは行ったのよ、俺、はいはいはい、こっちまでは、おー、もう一個やったや、
ということはこれは、はい、学生さんの勝利。そうですね。はい。で、決められたら選んでいただければ。うん、はい。シャンプーもあるよ。シャンプーもある。これお前、うん、どうする？みんなあるぞお前。ま、東京バナナもあるぜ。どうする？騙されるか。東京バナナ。うん、どれする？どうする？うん。これで。それにしとけば。マカロンでええんかほんまに。はい、一回開けてみるか一回。こんなんやね。どうすんのお前。これでいい？え、これがええの？あ、これいくらぐらいと思う？7000円ぐらい。おお。ごめん、6000円。まさかそんな高いこと言うとか。お前マカロンの相場知ってんの？これでも6000円やで、これ。東京のマカロンの。じゃあこれをプレゼントします。はいはいはい、おめでとう。はいはい。はいはい。はい、じゃあもう一人行ってみて。はいはいはい。最高の先輩やおお。うわいやいや、これは。あ、少ないやな、女子は西ローハ9人。確かになかなかやりたいな。これはさすがに男の感じだよね。いくよ、ほんま手加減なしでいくね。はいはい、はい、マジで。